マジマ？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこへ。はあ、何言うとんねん。あれ、俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷のお仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんのや。結果は分かりきっとるや。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんで。我、はあ、こりひんやっちゃな。しゃあない。ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。望み通り拳で聞いたるで。牧村誠は今どこにおる。ほんまに知らんのや。ほんまか。ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や。西谷の仲間ちゃうんか。親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや。聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんって。ビリケンさんに頼んだらええねん。ビリケン？そうや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で、頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうことか。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋んところにおる。ふん、よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか。え？
脅されて口悪いような組員やから。口の軽いヤクザですか。気に食わん。やるんか。もしかしてビリケンさんか。誰やあんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるん。おめえは西谷のなんや。ダチか。俺はダチあらへん。西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うか。ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない。正直に言うたらあんたもひと手間省けるやろうしね。潔んやな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな、今の時代みんな金で収めようとしよう。どないしたらいい。真島言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか。ああ、ちょうどええとこに。ほら船も来たしな。屋形船。お座敷遊びでもするんか。黙って乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。
馬島言うたな。お前西谷のなんや。さっきも言うたやろ、敵やって酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えば太刀になれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか。古いもなんもあいつがガキん頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや。万引きのうまい赤ちゃんでな、幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないな奴の窓口なんかしとるんや。なんや。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底？なんやここは。何の目的か戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが？まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここを三途の川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうたら娑婆に戻したるっちゅうとる。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ。まず1年はもだ。罪人同士で死刑を執行させおうてるわけか。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金もんや。
めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたんはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやお前さんが試合盛り上げてくれたら、手こ入れになるやろな。俺に出場せえ言うんだ。何も1年間戦え言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんだよ。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカ、めったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけど、この胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。準備はええか。ああ、ええで。三人。そう簡単に行くとええけどな。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャー・チャップマン。ジンジャー・チャップマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星、罪状は謎に包まれた赤眼の男、マジマーゴロー versus ゴロー、マジマー。さあ、時間無制限、ルールなし、レディーファイト。次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。ドクターキリヒト。マジマゴロー、果たして2連勝なるか。さあ、時間無制限、ルールなし、レディーファイト。